利きの三永、インスイングで蹴っていきます。さあ風を受けてのコーナーキック、ゴール決まりました。先取点は藤枝前 FC に入りました。コーナーキックの風の影響を受けて、渡辺亮太でしょうか、叩き込んでいきました。先制点は藤枝前 FC です。やはり風の影響、渡辺の頭ですか、その後のここです。